銀河をかける 3D シューティングスターフォックスが任天堂 3DS で復活。スターフォックス64 3D。 宇宙の平和を脅かす天才科学者アンドルフに立ち向かう雇われ遊撃隊スターフォックス。戦闘機アーウィンに乗り込み敵の本拠地惑星ベノムを目指す。プレイヤーは主人公フォックスが乗るアーウィンを操作し、 3D 映像で表現されたさまざまな惑星や宇宙空間を縦横無尽に飛び回り、仲間と共に戦います。任天堂 3DS モードでは機体を傾けるように本体を動かせばその方向に移動できます。上昇、下降、右旋回、左旋回など本体の動きに機体が反応。迫り来る障害物をかわしたり、敵機を追うように照準を合わせるなど、ジャイロセンサーによる直感的な操作を味わえます。任天堂64モードでは任天堂64で発売された当時の難易度をそのままに、ボタン操作のみで楽しむことができます。パワーを貯めて発射する強力なチャージ弾。敵をロックオンすればホーミング攻撃もできる。破壊力があり攻撃範囲も広いスマートボム。タイミングを測り起爆させることも可能。また敵からのレーザー攻撃はローリングで反射することができる。遠くにいる敵は逃さないようにブーストで一気に加速。助かったぜフォックス。ぶつかりそうな障害物はブレーキでかわす。宙返りを決めて攻撃を避けたり、敵の背後に回り込むこともできる。アーウィンを自在に操縦して心強い仲間たちと共にさまざまな難関を乗り切る。最終目的地惑星ベノムまでたどり着くにはいくつかのルートが存在。俺の後ろについてこい。各ステージ内のある条件を満たすことができれば、通常のルートでは行けなかった別ルートに進み、難易度やシナリオの変化を楽しむことができます。バトルではソフトが1本あればダウンロードプレイで最大4人まで対戦が可能。対戦中は各プレイヤーの顔がリアルタイムで映し出されます。相手の邪魔をするアイテムなども登場し、ドッグファイトだけではない空中戦を味わうことができます。3D 映像の奥行きのある宇宙空間を舞台に、仲間たちと共に作戦完了を目指す。スターフォックス64 3D。本ソフトは任天堂 3DS 専用ソフトです。任天堂 DS、DS ライト、DSi、DSi LL では遊べませんのでご注意ください。